皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズ2やっていきます。今日も一日終わったぜ。そろそろ帰るとすっかな。あ、今帰り？どう、途中まで一緒に帰らない？はい。というか藤先輩もあたの呼びになってる。いいっすよ、一緒に帰りましょう。明日からいよいよ夏休みだね。はい、合宿楽しみっすね。夏休みの終わりには全国大会が待ってるし、俺今からワクワクが止まんないっすよ。メルヘブン、ひょっとして俺だけっすかね。僕もだよ。あ、藤先輩もですか？へえ、マジっすか。先輩でもワクワクしたりするんすね。もちろんだよ、楽しみだよね、合宿。はい。ん？どうしました？どうかしたんすか？いや、ちょっとあれは。何ですか？小鳥だ。小鳥が地面でもがいてる。大変。あ、道に BB 弾が散らばってる。きっとエアガンか何かで撃たれたんじゃないですかね。ひどいことするな。ひどい、なんてこと。まったくですよ。病院へ運ぼう、まだ間に合うかもしれない。はい。藤先輩は傷ついた小鳥を動物病院まで連れて行った。どうでした？うん、命は助かったよ。でもってどうかしたんすか？この小鳥もう飛べないかもって先生が。だから飼えるのなら飼ってくださいってそう言われたよ。そうなんですか。落ち込んでいる藤先輩をいたわる。犯人について考える。冗談を言って場を和ませようとする。無理だよ。一番上だ。落ち込んでいる藤先輩をいたわる。元気出してくださいよ先輩。何も先輩が悪いわけじゃないんすから。先輩が通りかからなかったら小鳥は今頃死んでたかもしれないんすよ。だから先輩、あんまり気にしすぎちゃダメっすよ。優しいんだね。いえ、そんなことないっすよ。決めたよ。え？買うんですか？え、何を決めたんすか？これも何かの縁だと思うんだ。だからこの子は僕が飼うことにするよ。あ、じゃあ時々見に行ってもいいですか？そうっすか。また飛べるようになるといいっすね。うん、そうだね。俺、そうなるように祈ってます。ありがとう。それじゃあ、僕はここで。はい。こうして、傷ついた小鳥の背中を撫でながら、藤先輩は帰っていった。電話。菊丸先輩に電話しよう。よし、菊丸先輩を誘ってみっか。もしもし、菊丸です。あ、菊丸先輩、黒宮っす。あ、お前か。どうした？急に電話してきてさ。菊丸先輩、今日これから来ますか？よかったら希望が丘テニスクラブで一緒に練習しません？練習か。うん、わかった、付き合ってあげるよ。やった。じゃ、いつものところで待ってますから。いつものところってどこ？まだ練習したことないよ。ああ、そうだ、今日の練習は水着持参な。お、海に行くんだ。え、練習で使うんすか？水着って言ったら泳ぐに決まってんじゃん。ですよね。練習帰りに海行こう。海スイスイスイっとね。気持ちいいぞ。はい、行きます。海っすか？俺まだ海って行ったことなかったんすよ。マジマジ？そっか、お前って山育ちだもんな。はい。知ってるか、海には
泳げないやつがいると足を引っ張る人魚がいるんだぞ。何ですかそれ、妖怪ですか。嘘だってわかるっす。言ったことがなくたってどんなものか知ってます。で、バレたか。でもお前って泳げんの。泳ぎますよ。そりゃ田舎にもプールとかあったから川でも泳げたし。なるほど。でも初めての海って怖いぜ。ああ、それあるよね。波はザッとってくるし、水は塩辛いし、足つかないとこあるし。そりゃプールだって川だって。どうなっちゃうのかな。楽しみ楽しみ。ちょっと菊丸先輩、怖いですよ。変な意地悪しないでくださいよ。それは後でのお楽しみ。じゃあまずは練習に行きますか。はーい。うっす。よし、海だぜ海。生まれて初めての海だ。菊丸先輩来てっかな。うわ、もう来てるぜ。やっべえ。すんません、待たせちゃって。ちょっと退屈だったぞ。次からはもうちょっと早く来いよな。はい。じゃあ練習開始。はい、行くぞ。はい。うっす、お願いします。準備万端、パーフェクト。じゃあそろそろ始めるよ。はい。うっす、いつでも OK っすよ。練習した後は気分爽快だにゃ。はい。はあ、すっげえいい汗かいたっすよ。その汗と一緒に今日練習したことも流れちゃったりして。大丈夫ですよ。大丈夫っすよ。ちゃんと頭と体に叩き込みましたから。いや、頼もしいな。ところでさ。はい。はい。お前にとってテニスって何なの。テニスですか。楽しいスポーツっすね。体の一部っす。精神修行って感じっす。真ん中だ。体の一部っす。俺もテニスやめろって言われたらすっげえ嫌だよな。はい。よっしゃ、バッチリだぜ。今日の練習お疲れさんさん。じゃあ泳ぎに行こっか。はい。うっす、楽しみにしてたんすよ。早く行きましょう。あいやいさ、目いっぱい楽しもうな。はい。海って本当に青かったんすね。それにすっげー広い。遠慮しないで喜び叫べ。大声出すと気持ちいいぞ。はい。そりゃ喜んでますけど、なんで叫ぶんすか。あ、お前初めてだから知らないのか。海に来たら叫ぶんだよ。それは夕日が出た時じゃないですか。それがお約束っていうか礼儀っていうか、まあ決まりになってんだな。菊丸先輩、嘘言わないでくださいよ。そうなんすか。じゃあ絵やるの。ん、なんで笑ってんすか、菊丸先輩。おー、いやいや、続けて遠慮なく叫んじゃって。うわー、悪い先輩だ。あ、嘘を教えたんすね。悪い、許してちょ。でも、あんな嘘信じるなんて、俺って可愛い後輩持ったな。可愛い後輩だなんて。ほんじゃ、今度こそ本当に海に入りますか。はい。しょっぺー。飲んじゃった。これが海ってもんだから。で、どうよ、海初体験は。最高です。面白いっす。川みたいに流れがあるわけじゃないけど、波でふわふわしてる感じが。ああ、これな、海から上がっても
しばらくはふわふわしてるよな。あー、わかる。この感覚がまた楽しいっていうか、海で遊んだって気になるよな。はい。ふわふわふう。かわいい。ほんとっすね。まだ波の中にいるみたいっす。でも海での遊びっつったら泳ぐだけじゃなくて他にもあるんだけどな。ああ、そうですね。またボートに乗るのかな。え、なんすか。そりゃあ、あれなら遊べんじゃん。なんですか。どれっすか。あれだよ、ゴムボート。あれ借りて遊ぼうぜ。楽しいぞ。はい、いいっすね。楽しそうっす。もちろん先輩のおごりっすよね。ボートって楽しいんすかね。一番上だ。いいっすね、楽しそうっす。おりゃ、乗り気じゃん。へへへ。ボートは楽しいだけじゃないぜ。え、そうなんですか。何をする気っすか。それは後でのお楽しみ。じゃあ借りてくんね。お願いします。何する気だ、菊丸先輩。お、いくぞ。せーの。これは男性、女性、どっちも見えるな。うわ、何してんすか先輩。これがボートの楽しみ方なんだよ。合ってます。それ乗ったからには思いっきり楽しんでもらわないとね。いや、楽しんでますけど。嘘だ、また嘘言ってるんすね。楽しむって揺らしてるだけじゃないですか。さあさあ、こうやって揺らすと面白いんだよね。交換しましょうよ。違う、うわ、ボートってそういう遊び方しないっすよ。お前、海は初めてなんだろ。分かんなくても仕方ないよな。ここは先輩に任せなさい。先輩が間違ってることを教えてくるよ。お、いい感じのビッグウェーブが。え、いい波来ました。まさかあの波に合わせるんじゃないっすよね。マジひっくり返りますって。分かってきたじゃん。もちのもち、ひっくり返すつもりだよ。菊丸先輩ひどい。きたきたきた。せーの。うわー、いい波乗ってんね。派手に落ちたな。あれだけ派手に落ちるやつなかなかいないよ。今まで何人か試した人いるんですか。落ちたんじゃなくて落とされたんすよ、先輩に。うわ、海水飲んじゃった。お前の海初体験は塩辛い思い出っていうことだな。うんうん。ちょっと納得しないでくださいよ。これも全部菊丸先輩のせいなんですから。海での遊び方を知ったんでいい経験になったっす。今度は先輩がボートに乗ってください。いや、仕返しする気。わったよん。ありがとうございます。だけど俺は簡単には落ちないかんな。そんなのやってみなきゃわかんないですよ。こうして俺が初めて海で泳いだ日は終わった。電話、ともちゃんに電話しよう。大阪田に電話でもすっか。もしもし、大阪田ですが。クロミアス。なんだあんたか、龍馬様からだと思ったのに。悪かったね。悪かったな、愛しい龍馬様じゃなくてさ。で、何の用。親密度を教えてほしいんだけど。いいわよ、私の調査した限りでは。お、藤先輩が一番高いんだ。やっぱ性格のメンバーは高いな。なるほど。って感じかしら。サンキュー大阪だ、参考になったぜ。ところでさ、この暑い中毎日練習で大変よね。そんなことないよ。けど俺
好きでやってることだからな。あんまり気にしたことねえや。そう考えられるなんてすごいわね。ありがとう。そんなことないって。まあ、あんたもたまには私たちと遊んでよね。咲くのも寂しがってたのよ。え、咲乃ちゃんが遊ぶ？え、龍崎さんが？どうすっかな。どうしてこう見え見えの冗談に引っかかるのかしら。男ってバカよね。なんだ冗談か。それじゃあまたね。うん、またね。あ、そういえば今日って面白先輩の誕生日じゃねえかな。どうすかな。何かした方がいいかな。しよう。面白先輩、チュース。おう、いつも元気いいな、お前は。はい、うっす、ありがとうございます。今日誕生日っすよね。今日も練習頑張りましょう。いや、後ででいいよ。先輩、今日誕生日っすよね。面白先輩、誕生日おめでとうございます。へえ、よく知ってたな。感心感心。ともちゃんから聞きました。チームメイトのことを知っとくのはいいことだぜ。ありがとうございます。プレゼントはどうすっかな。最新の MD プレイヤー、最新のゲーム機とゲームソフト、たっか。特にプレゼントを渡さない。そうだな、どっちがいいんだ。でもこれ全部ありがねなくなりそうな。まあどっちもどっちか。こっちかな。最新の MD プレイヤーをプレゼントします。これもらってください。プレゼントっす。おお、最新の MD プレイヤーじゃん。いいのか、もらっちゃって。はい。面白先輩はよく壊すって聞いたんで、衝撃に強いタイプにしといたっす。じゃめっちゃ高いじゃん。そうなんだよな、どのメーカーの買ってもいつの間にか壊れてんだ。何したんですか。悪いな、気使わせて。遠慮なくもらっとくぜ。ありがとな。いえいえ。よし、今日の練習も一丁頑張ろうぜ。はい、うっす。プレゼント喜んでもらえたみたいだ。今日も頑張っていくぜ。ということだから分かったか。よし、よし。よく理解ができたようだな。常々感じていたことだが。え、なんすか先輩。お前の分析は俺とは明らかに違うな。あ、すみません。いや、謝ることはない。感心しているんだ。そういう考え方もあるのか。そうっすか。しかも言われてみればお前の方が正しいと認めざるを得なく、多々ある。ある種の才能だぞこれは。マジっすか。ああ、本当だ。嬉しいっす。やったぜ、褒められた。電話、手塚部長に電話しよう。よし、手塚部長を誘うか。はい、手塚です。もしもし、黒宮っすけど。ああ、お前か。何か用か。なんかちょっと怖いんだけど。手塚部長、今日時間ありますか。もしよかったら、希望が勝手にスクラブで一緒に練習しませんか。練習か、そうだ。今日は特に予定もないし、付き合うことにしよう。やった。それじゃあ一里にテニスクラブ前でお待ちしてます。わかった、遅刻することのないようにな。はい。よし、手塚部長と練習だ。気合入れて頑張るぞ。手塚部長はと、うわやべ、手塚部長もう来てるよ。遅くなりました、申し訳ないっす。遅いぞ、練習の時間は貴重だ。無駄にするものではない。はい。こうしている時間も惜しい。練習を始めよう。はい、さ
はい。うす。準備はできているな。では始めるぞ。はい。はい、よろしくお願いします。ここはうすじゃないんだ。もうこんな時間か。少し休憩するか。大丈夫です。はい。いやー、なんだかすっげー上達した気がしますよ。お、その調子ならまだまだやれそうだな。もちろんですよ。ところで、はい。お前は声楽の次期部長には誰がふさわしいと思う？そうですね。面白先輩っす。海道先輩っす。手塚部長っす。そうだな、前カイドウ先輩だったから今回は桃城くんにしてみよう。桃城先輩っす。なるほど、桃城ならば部員もついてくるかも。はい。よし、なかなか良かったんじゃねえの。あれ、やっぱり手塚部長の方がいいのかな。今日の練習はなかなか有意義だったな。はい。うっす、ありがとうございました。ではまたな。はーい。うっす、ありがとうございました。こうしてテニスクラブでの有意義な練習は終わった。よう、お前最近料理の腕ずいぶん上げたんじゃないか。そうっすか。実家にいる時からやってますから。今日しろのやつは羨ましいぜ。やったぜ、龍馬に差をつけた。今日は校内練習日だ。ランキング戦があるぜ。ちょっと疲れてるけど、まあなんとかなるよな。疲れてるのか。集合。これより校内ランキング戦を行う。呼ばれた者からコートに入れ。はい。お、ナミちゃんじゃなくてタカさんになってる。最初の相手は桃代先輩だ。桃代先輩のダンクスマッシュ、俺にどうにかできんのか。頑張れ。桃代先輩との試合は、うわ、負けた。完敗だぜ。まだまだ練習が足りねえな。次の相手はタカさんかよ。とんでもないパワーの持ち主だかんな。どう戦えばいいんだ。間違えた、持ち主だからなか。タカさんとの試合は、うわ、完敗だ。あんな強烈な球どうやって返せばいいんだ。もっと練習しねえと。次の相手はカイドウ先輩だ。あ、カイドウ先輩、次の試合よろしくお願いします。何ですか。う、準備はできてんのか。はい。うっす。それならグダグダ言ってねえで、とっとと始めるぞ。はい。うっす。うわ、負けてんじゃん。お、さくのちゃん、かわいい。いや、今回も意地と意地のぶつかり合いになるのかな。じゃあまず、声楽魂の黒い微笑。よし、頑張ります。ほれ、いくぜ。ふっ、よし、やった、アウト、やれ。フィフティーンラブ。
フィニッシュ。うわ、ちょっと待って。スネーク。いった。今頭にぶつかったよ。フィフティーンウォール。やった、やべえ。サーティーフィフティーン。この一発で決まれ。フィニッシュ。うわー、やられた。ブーメランスティック。サーティーオール。カイドウ先輩もなんだかんだで HP 減ってるな。いけ。ちょっとアウト。やべえ。フォーティーサーティー。これで沈めってんだ。もらった。ちょっと待ってよ、それはないよ。ブーメランスティック。一体ディス。もう体力を削るしかないや。やった、アウト。やべえ。アドバンテージ、サーバー。よし、抜けろ。やった、抜けた。いけるぜ。ゲーム、プレイヤータイム。もう一回性格魂、黒い微笑。やった、アウト。やべえ。ラブフィフティーン。いくぜ。やった、やべえ。今のはいける気がした。ラブサーティー。ありがとう。いけ。何？ちょっと。よし。ラブフォーティ。いけ。いけ。危ないよ、怖いよ。フィニッシュ。ちょっと、え、こんなちょっとで使う。ブーメランスティック。一体。フィフティーン、フォーティー。いけ。いけ。やった、いけるぜ。ゲームプレイヤー。
ートチャラいもんだぜ。カイドウ先輩、ゴンバイ、レイヤーいいんですか。ゲームセット。このゲーム全部アウトだったな。やった、変わったぜ。やるじゃねえか。ありがとうございます。うっす、自分でもびっくりっす。次はこうはいかねえ。次も負けませんよ。今日は一勝2敗か。失敗しちまったな。これじゃランキング下がるかもな。やっぱ性格魂の黒い美少ってすごいんだな。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。